どうもショータイムゴルフです。後ろのティーからで280で突き抜けるから多分245ぐらいで、そう、2も見せて、はい、まあでも左の林越えでいけばいけますから、左の林越えでいきましょう、俺らは、うん、じゃあ僕はそう、もちろんもちろんもちろん。さあ本気モードになってバーディー取った竹内プロ、ちょいとも、うまあれドライバーで左の林越え宣言はどこへ行ったんでしょうか。あ、スプーンで、あ、なるほど、飛ばし屋としてはもうドライバーですらいらないと、スリウッドでも超えてくぞと。やっぱ先輩すごいね、さすが300ヤード飛ぶからね、スプーンがね。結構左狙わないと奥の池まで行っちゃいますかね。おお、完璧なライン。ちょっと木が邪魔でボールは見えませんけども、おそらくベストポジションにあるでしょう。まあ、あのライン行ったらもうアイアンでね、2オンできる。あのラインでいいの？あれより左行かなくていいの？まああれより左でも問題はないと思うけど、あのラインで全然も大丈夫じゃないですかね。フェードでいいですよね。うん、左の木に当たらないかちょっと心配ですけど。飛ぶな。グッバイ。落としましたね。全然飛んでないですねこれね。右の池まで行ってないです。全然打てません、はい、言い訳をしておりますが結果はオーライです。下からさ煽ってさスライスってどういうことだね。どういうスイングしてんの俺2週間ゴルフしてないとダメだね。もうタバコってゆっくりやりましょう。もう今日一日キャリーだよ本当。これがチームプレーってやつかもしれない。ピンまで275です。ちょっとアゲンストもあるんでピンまではちょっと届かせられないですけど、少し左の花道狙いでいければいいかなと、うん。ナイス。うん。伊藤プロ。フェンス上がりのさブッシュかと思ったら、あった。ティーショットなんとかブッシュを免れて。意外といい位置ですね。ピン前300ぐらいあるんで。いや、多分ないと思う。俺の位置からで275だったから。あ、乗るじゃん。260あるかないかぐらいじゃないですかね。全然乗るね。スリウッドですか。うん、はい。どこ飛んでくの？あ、もうカメラで追えない。あ、池ですね。ピンより70ヤードぐらい右飛んできました。伊藤プロ、池入ったのでほとんど同じような場所から打ち直し4打目です。ロングで行けってどういうことだね。2オンできる距離だっただけにちょっともったいないですね。手を離したが、ん？乗った。乗った。左端に乗りました。ナイス。さあ、翔太さんはティーショットをしっかり林越え、ショートカット成功させてフェアウェイに置きました。ピンまで何ヤードですかね。ピンまで当たらない。まあ大体、ピン手前のバンカーの顎で217、うん、うん、ピンまで230ぐらいですかね。今もおそらく。グリーンあんじゃない。ただグリーン左からダングリーンになって
あの右の方に下ってるので、ある程度距離行けば転がって寄っていきますね。二遊で行きます。ダフった、左。いやプレッシャー強い、やばいね俺ら。左バンカーかちょっと超えたところぐらいですかね。67ヤード。ピンが段の多分ギリギリにあって、多分オーバーしちゃうと下ってっちゃうと思うんで、うん、前から行きたいんで、ちょっと58度で前からちょっとポンポンポンと転がしていくイメージでいきます。止まって。ああ。てるやな。ショットさん、サードショット。はい、お願いします。頼みますよ。僕パーパットだから次。え、鬼ショートじゃね？ナイスタッチ。ケイ。さあ伊藤プロ、パーパットですね。下りフック、目もちょっと右から来てます。結構カップ際切れそうです。しっかり打った。切れません。ナイスタッチ。あーボッパーになっちゃった。ナイスボギー。翔太さんバーディーパット。結構しっかり打った。ちょっと下りフックですかね。そんなね下り気にしないで平気だね。うん、向かってる。カモン。切れない。しかもなんなら最後スライスした。ナイスパー。ああだいぶショックでかい。俺オーバーパーやん。166ヤード7番に。はい、調子入れてないでしょ。入れてない。入れたら多分163ぐらい。うん、番手が違う。できます。うわ、うまっ。うん、ナイス。砂が舞い上がった。166ヤード、8番アイアンで。はい、宣言通り右に行きました。右バンカーですかね。翔太さん自分で追い込むスタイルで、あえて難しい右に外しました。8ね。8番円でいきます。これも後追って右、ただグリーンの幅にはちょっとこぼれたぐらいですかね。いいとこです。乗ったんじゃない？乗ったかな、傾斜で。ナイス。この位置からとそんなに難しくないですね。ジャスティン・トーマスか。残念、ダンク失敗。竹内プロバーディーパット。もういいライン、いいライン届くか。あーちょっと蓬莱今日激重なんでね、残念。ナイスパー。日本オープンの意味。ショーターフォアパー。いや引っ掛けてっから。ナイスボギー。ティーショット運よくナイスオンして
かなり短いバーディートライですね、これは。ぜひとも入れたいところですけど、まっすぐ宣言出ました。スライス。まっすぐと言っていたけれども右に出ましたね。右に出てスライス。しかもだいぶパーパット、ちょっとシビアなパーパット残りました。今日のグリーンコンディションではかなりこれは難しいと、難しいパーパットになります。くー、危ねー。完全に左に引っ掛けたけども入りましたね。なんかクリークがあるんで、なんか左の首が痛いな。右ペナー、ここら辺の方向にぶち込みました。うん、上げてるけどもうすぐ飛ぶから。44インチ。どこ？右の林。同じ方向です。ここですね。曲がってない。いや、いいショット。ショットさんも3ウッドで、はい、池の手前に刻む感じですね。ナイスショット。完璧。180ヤード。5番ウッド。ピンはこれの向こう側にあります。木の間通すっていう手もある。ある。ないでしょ。こんぐらいしか木の間行ってもピン見えないし。うん、これ安全に左から持ってシュート。確実に池を越える距離。オーマイガード。おインザブッシュかな。159、8番ですかね。左足上がりアゲンスト、8で7にします。ちょっとね、目の前の枝がラインにはかかりますけども、これは関係ないでしょ、高さで。関係ないそうです。お、上行ったけど、いやー、落ちた、来た。あら、バンカーでしょ。バンカーですかね。すいません、お待ちしました先輩。はい、何度すか。127。え、50度、はい、飛ぶね。ちなみにこの池まではね、 T から300ヤードぐらいなんですけどね、280は確実来てますね。いいライン。ピンちょい左奥ぐらいですかね。ナイスオン。ディポットを取りに行ってます。皆さん知ってました？これがディポットで、これはディポットマークって言うんですよ。ディポット跡って言った方がいいのかな。はい、洋芝なんでね、目土よりもこっちの方がちゃんと治ります。はい、これキャリー、キャリー、キャリー、ターフ出る気がここにあります。これやっちゃったな、これは。で、ピンがあるか、ピンまで70、ピンここです。60ヤードぐらい、うん、ちょっとありますね。そうね、上には木があります。バーンと打つと、ね、あの土手に当ててこうトップトップ行きたいですね。奥の池に行かないように。何で当たるの。ここに当たりました。次が4打目。ピンの奥は池、グリーンはここから下っています。
どう？めっちゃうまいよ、おー、うめえ。これです、伊藤プロバンカーから3打目ですね。グリーンはかなり下っています。うん、柔らかい、ちょっと止まった、うますぎました、止まりました。翔太さん、バーディーパット、若干下りフック結構切れそうです。ん、向かってる、くー、ちょっと弱かったナイスパーです。惜しい、OK、おお、ナイス。この動画をいいと思った人はチャンネル登録お願いします。高評価もよろしくお願いします、うん。